エセケルモスケラは、スペインの自転車競技選手。ガリシア州は、コルーニャ県、テオ出身。プロロードレース選手となったのは1999年からだが、2005年までは、ポルトガル籍のチームに在籍していたこともあり、ロードレースの主要大会にはほとんど出場する機会が、なかった。2007年に、現在のシャコベオガリシアである、カルピンガリシアに移籍。 2008年2009年、ブエルター、エスパーニャ総合5位。2010年2011年、クリムラ・オサム曰く、ディーゼルエンジン。アルベルト・コンタ・ドールのような一撃で勝負を決める、アタックこそないものの、一度アタックに成功すると、そのままのペースで走り切ってしまう、山岳で走れるルーラー的客室を持っている。 mosquerapositivatthvue, l t a-cyclingnews.com2010 年9月30日付記事 mosquerap, samp, lere. m a i n s t o b e t e s t i d d a c y c l i n g n e w s dot com 2010年11月6日けき g m o s q u e r a t o b e g i v n t w o y a r g a n c y c l i n g n e w s dot com2011 年11月17日月木 g v a c a n s o l e i l c o n f i r m t h a t t h e y f i r e d m o s q u e r a ダッ c y c l i n g n e w s c o m コム2012年1月5日付記事。ありがとうございます。